はい、皆さんどうも K です。今年ダイワからニーサンレガリスというモデルが出まして、これが驚きだったのよ。自重軽くて回転軽くてベール操作もバチバチで気持ちよくて、これが2万円でというほどの出来なんですね。いやいや、ノンノンノンなんですよ。まさかの1万円以下、びっくりでしょ。でものすごく軽快なリールなんで、個人的には3000番以下のライトな用途向くよねーなんて思ってるんですけども、ちゃんとでかい番手もあるんだからそっちも素晴らしいんじゃねということで、ニーサンレガリスの5000番買ってみました。今回はこれで遊んでいきたいと思います。さあ、おはようございます、ケイです。というわけでレガリス、ちょっと大型番手で遊ぼうということで磯場にやってきました。まあ、とりあえずね、青物、平鈴木、6B、まあ、平鈴木はちょっと波的にきついんで、まあ、青物と6フィッシュでこのレガリスちゃんを遊んでいきたいなと思います。ではとりあえず朝一トップからやっていきましょう。じゃあ早速やっていきましょうか。まあ、ちょっとね、朝はここ船の往来が多いので、まあ、そこだけね注意して。いいね。出るんだろうか。ここ朝まずめ来たのは初めてですね。ロックフィッシュは釣ったことあるんだが、行きましょう。今日は波が穏やかなんでね、ここ立ってるけど普段は無理やな。めっちゃロータが軽いし、リールも軽い。細やかな動きがやりやすいね。いつもね、このロッドに合わせてるのはステラの C5000 なんで、もう全然違う。ホッパーでやってみます。ねじ込みハンドルになったことによって、こういう釣りもよどみなくできるよね。はい、次セットアッパー。と、こういうブリブリ系は巻くのしんどいかな。これに変えてみますね。根魚こういうの好きなんで。よし、ちょっと慎重に、スタック具合とかを見ながら。あら、あ、ぼちぼち深いな。怖い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 。わあ、結構やな。すごいな。あー、なんかフォールで食った。何が食ったんや、フォールで。ほら、このうわ。でもそんなに大きくはないよ、これ。なんやろ、フォールで食いました。そこまで落ちてないで。赤い。まずは赤かった。あ、でも結構いいサイズ。そこ付近やったんかな。綺麗やね、やっぱ。第一発目、赤旗ちゃんです。朝日と赤旗。ひー、危ないよ。濡れたくないよ。あ、なんかカニ食ってる。よっしゃ、じゃあリリースします。
よっしゃよっしゃ。おお、よし、やばい、ちょっと、ああ、力込めて巻くのがなかなか、ああ、回転しながら上がってきた。変なとこ上がってるか。よし、だから重いんや。はい、赤旗第2弾。気持ちいい。よしあれ、これ食ってる？わからんぞ。食ってんのかな。あ、引き始めた。あれ？え？え？ちっちゃい。これはいかんぞ。めっちゃちっちゃい。今なんか、ベイトがすっごいちっちゃかったぞ。追われてた。追ってた魚はそんな大きくなかったけど、もしかしたらあれ食ってんのかな？またマイクロベイト？大体マイクロベイトやん。この魚何ですかね？何やったっけ？名前が思い浮かばん。君の顔は知ってるんだよ。ああ、すっごい綺麗な大きい目玉。うわあ、ブリブリの魚が2匹釣れた。めっちゃ見られてる。うわあ。はい、この後ですね、どうしてもなんか青物が釣りたくなってきまして、トップ投げたり60から80グラムのジグをしゃくりまくったりしてました。で、結果どうなったかっていうと、これだけは言っとくわ、青物はマジでやべえ。わあ、疲れた。ホッパーの大好きなバレットゴルフ。赤畑くんです。磯のトイレこと磯積くんですね。釣れました。あー、行くよみんな。これこれ、あー、 90% うんこします、こいつ。長谷川さんがパワーファイトしてる。何と戦ってるんですか、長谷川さん。え、俺もこいつの味が。イスズミや、ベーゲー。めっちゃ低くないですか、こいつ。こいつイスズミや。長谷川さんもイスズミ。ルアー釣りじゃあまずお目にかかれないですね、これ。なかなかなか。よっしゃ、食った、食いました。うわ、根がかりから外れた瞬間食いましたね、これ。おら、よっしゃ、赤旗ちゃん、最後楽しい。いいね。でもちょっともう今の印象で言うと、あの小型番手の方が僕レガリスは好き。完成度高いのは間違いないけどね。まあね、いろんな魚が釣れて楽しいんですけども、やっぱり青いやつが釣りたいということで、ここからですね、2日間、もう見せ場も何にもない、どうしようもない情報を全カットしまして、次は堤防に行きます。青いやつ釣るまでやめんと。諦めんぞ俺は。暗すぎるなこれ。レガリスちゃん頼むぜ今日も。なんか最近ちょっと眉を動かしてきたわ。まあだいぶ早いけど、カ
軽くやっていきましょう。今日はね、朝まずめに潮止まりが被るんでね、あんまりいい潮ではない。ここ脱おるんや、初めて知ったわ。が来たからうわーとか思ったら脱やった。よっしゃ、脱か。よっしゃ、これまた脱ちゃうの？あ、これは違うっぽいな、なんか。なんだこれ。これはなんだ。どうしよう。よっしゃ。よし、ラスト一投にすっか。ほら、さあ今日も一日やりきったぜ。お疲れ。いや、ギリギリ朝のサゴちゃんがいなければやばかったって。ここも結構遠いからね、ほんまに。移動費もバカにならんしさ。よっしゃ、じゃあ帰って砂漠か。はい、やっぱりね、ニーサンレガリスは最高だった。だけど実際試してみてもやっぱりね、3000以下のちっちゃい番手の方がこのレガちゃんの持ってる性格と用途がうまくマッチングするかなっていうのは正直感じましたね。はい、この用途で使うんであれば僕はモノコック攻めてほしいなって印象です。今内臓とか出したんですけど、ちょっとだいぶ身が繊細で、僕の手に負えるかどうかわかんないですね。
まあ、ちょっとやってみますわ。まあ、とりあえずちょっと頭落として考えましょう。もう身が超繊細なんやな。よし。で、今日はね、ちょっと子供も食べれるように西京焼きを作ろうかなと思います。僕にしてはめっちゃ綺麗にいけたぞ。やった。やばい。はい、おお、いいんじゃないのこれ。うわ、めちゃくちゃ下手くそなっちゃったもん。これでもさ、結構なボリュームやな、これ。しよう。あ、ちょっと見割れしましたね。まあ焼くから関係ないや。でこっちは割と綺麗。はい。ただ切り身が大量に、これどうしようかな。こんだけ食い切れんからな。西京焼きにして、で一旦冷凍しとくっていうのもありやね。それじゃあ、ちょっともうジップロックでいくで。炭鉱つけて、ふっ、よいしょ。はい、こんな感じで。多少ブレても手ブレ補正入ってる。席入っててもいいの？いや、あかん。これ動画なん？喋ったらあかんの？いや、ええで、別に喋っても。なんか音がしない。いや、あかんて。何やねん。結構。あ、こっちやった。そうやで。何撮ってたん？キッチンペーパー。キッチンペーパー撮っても視聴者何も嬉しないやん、そんなん。
これ両面焼きやから。あ、両面焼きなんやこれ。うん、なんでそんな助走つけた。もう背景が実家感で出るわ。うん。もうすべて置いてここに変えたいね。いけないでいけます。先生じゃな。何を怒ってるん。うん。なあ。あーちょっと待って。止めとくんか。うん。お願いしますって。お願いします。おい。おお。はい、ありがとうございます。第三次。でもこれ、あーめっちゃいい匂いするけど、これ焼けてるんかな。焼けてる。焼いてますわ。おいしい。おいしいよ。骨あったら出してな。骨なかった？ないけど。いやあるとこあんねん。うん、あった。おいしい。うん。さあ、ちょっと食べてみようか。あ、ちょっとな。いただきます。ご飯食べようとしてな。あ、これはおいしいわ。酒のつまみやな、これ。うん。完全に。もうちょっと身太くてもよかったかもね。いやでも身太いって、うん、まあ確かにな。おいしいかな。おいしい、おいしい、うん、子供って部屋遊び好きやからな。天下、天下、熱いね。